リカルド・ジ・オリベーラは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレーロ・セリエ・コリチーバ FC 所属。元ブラジル代表。ポジションはフォワード。リカルド・オリベーラと表記されることもある。二度にわたって、地元のサンパウロ FC に在籍し、さらに、スペインリーガ・エスパニョーラでは、通算120試合に出場して58得点を上げた。2004年に、 ブラジル代表デビューし、コパアメリカと FIFA コンフェデレーションズカップに一度ずつ出場した。アソシアソン、ポルトゥゲイザチでスポルトスからデビューし、サントス FC に移籍するまでに46試合に出場して23得点を挙げた。サントス FC では、リーグ戦で14試合に出場して4得点を挙げたが、2003年のコパリベルタドーレスでは、リーグ戦以上の得点ラッシュを見せ、 決勝で、ボカジュニアーズに敗れるまでにゴールを量産して、大会得点王に輝いた。2003年7月31日、スペインリーガエスパニョーラのバレンシア CF と5年契約を結び、サントス FC とバレンシア CF の共同保有選手となった。10月の FC、バルセロナ戦では、ロングシュートで決勝点を挙げ、11月の RCD マヨルカ戦では、 ハットトリックを達成した。ラファエル・ベニテス監督が率いるチームで21試合に出場して8得点を記録した。2003から04シーズンにはリーグ戦と UEFA カップの2巻に輝いたが、わずか1シーズンでバレンシア CF を去った。2004年7月、400万ユーロといわれる移籍金でレアルベティスに移籍した。 2004から05シーズンは37試合に出場して22得点を記録し、クラブ史上最高位の4位で UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得した。同シーズンのコパデルレイでは決勝で CA を指すなと対戦し、オリベーラの先制点などで相手を2から1で破って優勝した。2005から06シーズンの UEFA。 チャンピオンズリーグ予選3回戦 AAS、モナコ戦では単独の突破で得点した。本戦での初得点は RSC、アンデルレフィト戦であり、チームメイトの2得点に続いて、チームの3点目を決めた。2005年11月1日のチェルシー FC 戦で人体を負傷した影響で、2005から06シーズンのリーグ戦では9試合の出場にとどまったが、4得点を上げた。 2006年初頭、2006FIFA ワールドカップに出場するために、ブラジルのサンパウロ FC にレンタル移籍し、結局 FIFA フフワールドカップ出場はかなわなかったが、8月10日までにサンパウロ FC で戦い続けることを明言した。しかし、8月21日には、レアルベティス復帰が決まり、クラブと首脳陣への忠誠心の欠如が議論を巻き起こした。 サンパウロ FC との契約は当初予定されていたコパリベルタドーレス決勝当日までであったが南米サッカー連盟が決勝の日程を1週間先延ばしにしこの無計画な日程変更が復帰騒動を引き起こした。オリベーラは決勝への出場を希望しベティスとの交渉を行いさらに国際サッカー連盟の特別許可を得たがベティスが協力しなかったために決勝には出場できなかった。 チームへの合流が遅れたことと、ベティスの許可なしに AC ミランのメディカルチェックを受けたことで、ベティスから2度の罰金処分を課された。2006年5月に発覚したカルチョスキャンダル後、イタリアセリエへの AC ミランはアンドリーシェフチェンコを失っており、その代役として2006年8月31日にオリベーラが AC ミランと5年契約を結んだ。遺跡金は、 約1750万ユーロにも達するとされ、レアルベティスには、ヨハン・ホーゲルが移籍した。シェフチェンコがつけていた背番号7を受け継ぐと、2006から07シーズン開幕戦の SS ラツィオ戦、後半途中にデビューし、ゴールライン上からアンジェロ・ペルッツィの頭上を超える、ヘディングシュートを決めた。しかし、2006から07シーズンのリーグ戦ではわずか2点しか、上げられず、 コッパイタリアの2点を加えてもシーズン通算4点に終わった。2006年10月に起こった妹の誘拐事件の影響を受け、2007年3月12日に無事解放されるまでシーズンの大半を心理的な重圧の中で過ごした。2007年7月14日、スペインのレアルサラゴサにレンタル移籍した。アルゼンチン代表のディエゴ・ミリートとにトップのコンビを組み、 2007から08シーズンのチーム総得点50点のうち、2人だけで33点を荒稼ぎしたにもかかわらず、レアルサラゴサは、西軍ダディビシオン広角となった。契約には、シーズン終了後に完全移籍ができるオプションが付けられており、2008年5月25日、1000万ユーロと言われる移籍金で AC ミランからレアルサラゴサに完全移籍した。 2009年1月後半、遺跡金890万ユーロで、フルス、レアルベティスト2013年6月までの契約を結んだ。2月7日に、エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピス・フアンで行われた、セビージャ・ FC とのセビージャ・ダービーで遺跡後初出場し、83分に決勝点を挙げた。最終節のレアル・バリアドリード戦では勝ち点に結びつく。 得点を挙げたが、17位のヘタフェ CF と、同価地点の18位に終わり、結局セグンダ・ギビシオン降格となった。彼とセルヒオ・ガルシアの2人は2シーズン連続での降格を味わった。すでにレアルベティスでプレシーズンを開始していた2009年7月中旬、レアルベティスが獲得した際よりも、降格の約1400万ユーロで、アラブ首長国連邦のあるジャジーラクラブに移籍した。 2010年1月、母国のサンパウロ FC にレンタル移籍したが、1シーズンで復帰。2014年から、アルワスル FC へ移籍した。2015年から、ブラジルのサントス FC へ移籍。そこで息を吹き返し、得点王に輝いた。2018年、アトレチコミネイロに移籍。2020年9月29日、コリチーバ FC に移籍した。 2004年5月25日、カタルーニャ代表との非公式親善試合で、ブラジル代表デビューし、その試合で得点を挙げた。同年7月には、コパアメリカ2004に出場するメンバーに選ばれ、7月8日のパラグアイ戦で、国際 A マッチ初出場を果たした。7月18日の準々決勝、メキシコ戦で、国際 A マッチ初得点を挙げ、優勝に貢献した。 これ以後、ロナウド、アドリアーノ、ロビーニュなどの控えとして、ブラジル代表に定着していった。2005年には、FIFA フフコンフェデレーションズカップ2 0 0 5に出場して、優勝したがクラブでのプレー中に怪我を負い、予想より早く復帰したものの 2006FIFA フフワールドカップ、出場は逃した。2006FIFA フフワールドカップ後に、ドゥンガ監督が就任すると、約1年ぶりに代表に招集され、 11月15日のスイスとの親善試合で復帰した。その後代表からは遠ざかっていたが、35歳になった2015年9月に負傷したロベルト・フィルミーノの代役として、約8年ぶりにブラジル代表に招集された。10月13日のワールドカップ予選、ベネズエラ戦で2005年2月9日の香港戦、以来10年8ヶ月ぶりとなる得点を挙げた。 1AFC チャンピオンズリーグに UAE、プレジデンツカップやエティサラートエミレーツカップなど、ありがとうございます。